どうも皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。今回はこちらタピオプラッツさんから発売されたエリックさんとステーショナリーブランドレッツステーショナリーグッズさんがコラボレーションして作られたクリアシステム手帳についてのご紹介と、私の使い方やセットアップした中身のご紹介をしていこうと思います。ちなみにこちらは2月20日火曜日の21時からタピオプラッツさんのベース店オンラインショップで購入したものになります。私の家には22日の木曜日に届きました。でね、このシステム手帳本当に人気だったみたいで、21時からの販売開始から5分か10分ぐらいして完売になったというふうにね、書き込みで見たんですけれども、これはねもう人気で早くなくなるだろうなと思ってドキドキしながら発売を待ってました。でもね、パピアプラッツさんのインスタグラムの投稿では売り切れた場合は受注生産を行いますっていう風にね書かれていて、受注生産のお知らせもあったので、それだったらねちょっと悩まれてる方、どんなものなのかなって気になっている方がいらっしゃれば、少しでもね参考になったらいいなと思って今回の動画を撮らせていただいております。ちなみに受注販売期間は2月の29日木曜日21時から3月の10日日曜日23時59分までとなっておりまして、申し訳ございません。早くにね動画作れたらよかったんですけれども、ギリギリになってしまいました。ではね、早速詳しくご紹介していきますね。まずこちらですね、システム手帳本体、こちらのレッツクリアシステム手帳というのはステーショナリーブランドレッツステーショナリーグッズさんの透明素材 PVC のビニールに国産本革、こちらですねを組み合わせたシステム手帳になっているそうです。でこちらに今回のはこういったねエリックさんのデザインが描かれているというもので、エリックさんはイラストレーターでもあり消しゴムハンコ作家さんなんですけれども、私エリックさんのイラストとか、あとそのイラストを使った文房具ステーショナリーがすごく好きで、去年おととしの年末12月に東京の方で個展を開かれていて、で私去年も行かせていただいたんですけれども、その時にも今回のねこちらのクリアシステム手帳の見本サンプルが置いてあって、でその時からどの色でどのサイズにしようかなっていうのをすごく悩んでいて、今回のねこちらの色に決めたという感じになっております。今はねちょっとセットアップした状態なんですけれども、箱も可愛いので箱から出した動画の方も見ていただこうかなと思います。それではどうぞ。はい、では箱から見ていきましょう。まずこちらのバイブルサイズの方ですね、タピアプラッツさんのロゴがあって、レッツさんのロゴがあって、こんな感じですね。はい、でここのイラストがミニロクと比べるとね、うん、違いますね。はい、ここが違うところですね。ここいいですね、ネイビーと黒がバッテンになってる。でこっちがミニロックサイズですね。ここにね私はあのミニロックをブラックで選んだので、そのシールが貼ってありますね。あ、ここの線も黒からネイビーになってる。おお、なるほどなるほど。はい、こんな感じになっておりました。では次に中開けた感じも見ていきましょう。こっちがバイブルサイズですね。こちらが、あ、出ちゃった。はい。この中に名刺サイズのね、こちらのカードとディバイダーですね。これ5柄あって、そのうちのランダムの1枚が、はい、この柄で入っていました。で、こんな感じでね、くるまれて、これを出したら、まずこちらがレッツさんのロゴの用紙と、これ下敷きですね、入ってましたね。でリング系はこちらが20ミリのものになってますね。なので結構しっかり入れられますね。はい。で、デザインがこんな感じ。はい。で、ここの革のところに、こっち向きですね。レッツさんのロゴが入っていて、はい。こちらの方にエリックさんのデザインのイラストが書いてありますね。で、裏側はこんな感じに。なってます。はい、可愛いですね。次はミニロックサイズの方を開けていきます。はい、こんな感じになっていて、ディバイダーがこの柄でしたね。でこちらの
名刺サイズのカードは先ほどのバイブルサイズに入っていたものと同じものになります。これ裏はこういう感じですね。でこちらも包まれていて、はい、こんな感じ。こちらもレッツさんのロゴの用紙と下敷きが入ってますね。デザインがこんな感じ、裏がこんな感じ。さっきバイブルサイズこっち側にもねイラストがあったんですけど、ミニロックサイズになるとここだけになってますね。でここにレッツさんのロゴと、開けたここにエリックさんのイラストがありますね。はい、こんな感じになってました。あ、そうそう、リング系は 13mm になってますね。はい、こんな感じですね。はい、次に私の使い方、セットアップした中身について紹介していきたいと思います。まずはバイブルサイズの方から見ていきます。開けるとこちらね、先ほどもお話ししていた2023年12月にね、こちら行われたエリックさんの個展のお知らせのハガキ、ポストカードをこちらの表紙に入れています。でこれが2022年の時の個展の記念ハンコですね。これを2つ目に入れていて、でこのあたりはねシール、こういうのが販売されてたなっていうのをちょっとね眺めるためにここに挟んでます。一応ね使う用途で2枚ずつ購入してるので、こっちはねもう私のコレクション保存用っていう感じで眺めるように買っているものになります。でこのあたりは包装紙をこう切って両面テープで貼り合わせてリフィルにしてます。こうするとね、あ、こういう包装紙あったなっていうのがこうすぐ思い出せるかなと思ってこういう風にしてみました。でリフィルにこちらは、はい、これ組み合わせスタンプですね。これをポンと押して、でこっちはねポンと押したそのままこうインクがついているものをもう一回押すとねちょっと薄くなるので、ポンポンと2回連続で押して、でここは、はい、このハンコセットのこれをここに押してますね。こういう風に押した感じとかをリフィルとしてねちょっと保管しておくと、あ、そうだ、こういう使い方もできるなっていうのをねすぐ思い出せるので、こういうのねちょっと作っておくといいですよ。押し見本みたいな感じで。でこれも包装紙で、これはこう開いた時に両方同じ包装紙になるような感じで穴を開けて挟んでます。でここにエリックさんの名刺を挟んでて、これがシステム手帳、今回のものに一緒に入っていた名刺サイズの、なんていうんですかね、これカードになりますね。はい、でこれが2023年の上博京都の時に購入するといただけたシールですね。でこのあたりは切ったですね。これの絵柄はこれが入ってるよっていうのを名刺サイズの紙に貼っております。そう、外側もねやっぱり可愛いからこれも見たいし、中もどういうデザインのキットが入ってるかというのをね見るためにこういう保管方法にしています。でこれは名刺サイズぐらいのカードと、これはねマスキングテープをこう貼ってます。はい、マスキングテープのね見本帳を最近名刺サイズのカードに貼るようにしてるんですけど、これもねそんな感じで貼ってます。可愛いですよね。でこのあたりはあの組み合わせスタンプについてた名刺サイズぐらいの説明カードをこの中今入れてますね。なんかこれも可愛いなと思って、はい、保管してますね。これシールいただいたものとか缶バッジとか、でこれは切手ですね。これも紙箔の時に販売されてた切手ですね。これも紙箔の時のコースターと紙箔布箔ですね。そうそうそう、あ、これが紙箔の時の再入場の際に手にねつけるリストバンドですね。これも保管してありますね。そう、こういう感じでコースターとかも保管しておくと、あれどこ行ったっけっていうのをね探さなくてもいいので、もうこのシステム手帳自体をお宝物ファイルにしてます。あ、これ紙箔の時のスタンプラリーをした時のコンプリートしていただける定規ですね。これも可愛かった。でリフィルがあって、これあの組み合わせスタンプのハンコ見本ですね。これもハンコの見本ですね。このシリーズのハンコのね見本ですね。こっちも開けるとこのデザインのハンコが入ってますね。
これもハンコ見本ですね。そうなので、バイブルサイズの方には購入したものとかいただいたものとか、あとハンコとかの見本帳とかリフィルの見本帳っていう感じで作って挟んでいこうかなというふうに作ってます。これは2022年の個展の時にね、ご自由に押してくださいで置いてあったハンコをね、持っていったリフィルにいろいろ押したものですね。これもね、どっかなくしちゃうので、もうここにね、エリックさんのものは全部あるよっていう感じで保管していこうかなっていうふうに思ってます。そう、こういう感じでバイブルサイズの、特にね、プロッターさんのこのリフィル、このね、ドローイングペーパーナンバー7番のものをね、使ってるリフィルになるんですけれども、ジャンコードこちらですね、これはね、切り取り線がここに入っていて、でここでね、糊がついてるので一枚一枚ビリッビリッって剥がせるようになってるんですよね。でということはですね、これ今はね、システム手帳のリフィルとして使ってるんですけど、結構ね、厚みもあるので、ここ切り取り線のところ切ってもらったら一筆線にもなるかなと思って、それでね、押してきたものになります。これはね、さあ、ペンを増やすとどんな感じになると思ったら、最後こんな感じでね、ちょっとやりすぎました、これは。はい、でも葉っぱとかは結構いい感じにできて、これ一筆線で使えそうですよね。はい、こんな感じですね。最後このリフィルでレッツさんので、でこちらですね、ランダムでついてくるディバイダー、私はこの柄のが入ってましたということで、はい、もうね、これを入れるだけで結構パンパンになってしまいました。これがバイブルサイズの方ですね。あ、そうそう、私バイブルサイズの方はもうね、家で保管しておくお宝手帳として置いとくので、持ち運んでね、外で使うことはないような使い方で使おうと思ってるので、あえてね、ペンホルダーつけてないんですけれども、おすすめはこのプロッターさんのね、本革ペンホルダーリフター、これがね、結構相性いいんじゃないかなっていう風に思ってます。ちょっと挟んでみますね。これここに入れてカチッと閉じて、はい、こんな感じで、例えば万年筆とかだったらここに引っ掛けて閉じる、こう閉じるとこんな感じですね。はい、でも私はこれはね、やらずにこの状態で使っていこうと思ってます。はい、次こちらのミニ6サイズの方を見ていきたいと思います。こちらの方はまず表紙がポストカード、これ赤と青と黒でね、セットになっていたものを使ってます。これにパンチで穴開けて、ここは角丸でね、丸くしたものになります。そう、ちなみに私バイブルサイズもなんですけれども、 Amazon で買ったね、こういうパンチを使ってます。これね、ちょっと汚れてるんですけど、ミニ6とバイブルと英語サイズの穴が開けられるパンチで、いくらだったかな、結構ね、1000円2000円ぐらいで買えた、結構お安いパンチになります。はい、じゃあ続き見ていきますね。でここにミニ6のね、手帳は M5 サイズのリフィルも合うので、このあたりはスクエアサイズの紙、はい、このシリーズにね、入ってるこのあたりのね、紙を、これとかこれとか、この紙をちっちゃく切って、表と裏はこっちの紙ですね、両面テープで貼り合わせてます。これをこのあたりはしていて、でこれはこのね、お手軽メモをパンチで穴を開けて入れてます。こんな感じのね、デザインが入ってるメモですね。こういうのがあったよっていうのをね、一つ一つね、商品見てるとね、忘れてしまってたりすることがあるので、これだったらね、手軽に思い出せるし、友達にお手紙をこう出すときにどれ使おうかなっていうときにこの方が見やすいので、そんな感じでね、使っていこうかなと思って今入れてます。でこれは添え文製のエリックさんのデザインのものですね。はい、こちらも六穴でパンチで穴を開けて挟んでます。これちょっとね、リフィル入れすぎてここが詰まってるので、ちょっとね、リフィル抜こうと思います。
はい、抜きました。これでねリフィルめくりやすく、うん、なりましたね。はい、でこれは上と下に組み合わせスタンプを押してますね。でこれはさっきも出たハンコを右下に押して、このワンポイントだけでもすごい可愛いですよね。こんな感じの見本をねちょっと作ってすぐイメージが湧くようにしています。こんな感じで、はい、でこれはマスキングテープをね貼ってますね。こっち BGM さんで、こっちがエリックさんのデザインのものですね。これもそうですね。でこれはここに置いてるカレンダーをね、昨日の日付のもの貼ってるんですけど、これ、はい、これ貼って剥がせるピットのこういうテープのりなんですけど、これねその名の通りこれ一回貼っても簡単に剥がせるんですよ。でなんでこれにしてるかっていうと、私はねちょっと M5 サイズのものをこれ貼って穴開けパンチをして、このね M5 サイズの方に入れて持ち歩いてるんですけど、後ろにトゥードゥを書いてね、こうやることみたいのを書いて、その日が終わったら一回ね動画にも出したことあるんですけど、こういうエリックさんの日めくりカレンダーをここにね貼って鑑賞用にしていくノートっていうのを作ってるので、それをねこっちに貼り替えられるようにこの貼って剥がせるピットのテープのりを使ってるという感じですね。でミニロクだとこんな感じになりますよっていうのをちょっとさっき貼ってみました。私はねちょっとメインは M5 で使ってるのでミニロクに使ってはないとは思うんですけどね。はい、はい、これがねこのシステム手帳についてきたディバイダーですね。これがついてきて、でカードホルダーの方にこれもシステム手帳についてきた名刺サイズカード、でレッツさんのね後でちょっとここら辺にあるんですけど、キーホルダーを購入した時についてきた名刺サイズのショップカード、こちらとあとこのサイズのねエリックさんのデザインのメモも持っていたので、これも中に挟んでます。でこれはアンドビーさんのところで体験で作ったペンホルダーになります。これ私ここ縫ったんですよ。はい、生地を選んで縫ってここに穴を開けて、ここをパカって開けるとこういう感じになっていて、はい、こんな感じになってるんですけど、好きな大きさの紙に穴開けパンチで穴を開けて、でここもね穴を開けてここにこれを挟んで、パチッとね閉じることで好きな感じにペンホルダー使い回しできるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですごく気に入ってます。で最後に、はい、レッツさんのところで購入したキーホルダーをつけて、これが私の今のミニロクサイズになっております。こっちもお宝手帳ですね。このサイズも持ち歩くこともできるけど、どちらかというと私は家で使うかなという、エリックさんの商品とかエリックさんの商品を使ってこういう感じにしたらいいなっていうアイディアをこの中に入れておくための手帳として使っていこうと思ってます。あ、そうそう、ちなみにすいません、これが、はい、これご存知の方いらっしゃいますか。あの2024年2月の28日から日本橋三越本店の文具フェア2024で発売されたカベコとエリックさんのコラボレーションのねスカイラインスポーツのボールペンになるんですけれども、これお友達がね買ってきてくださったんですよ。すごく嬉しくて。でちなみにこのクリップは別売りなので、購入の段階ではこの形になってます。で別売りのペンホルダーをつけると、はい、こういう感じになりますね。はい、これをねこの中に入れてます。はいはい、いかがでしたでしょうか。システム手帳っていうと、なんだろう、スケジュールを管理するものっていう感じのイメージがあると思うんですけど、私もね使い始めの頃ってそうだったんですけど、こういう感じでお宝手帳としてね使うとなるとね、やっぱり挟みたいものって結構たくさんあると思うんですよね。それを自分でこうリフィルにしたりとかアレンジして自分だけの手帳に仕上げるのってとっても楽しいので、ぜひちょっと気になられた方は挑戦してみてください。でこちらのねクリアシステム手帳、受注期間が3月の10日の日曜日23時59分までというふうになっておりますので、悩まれてる方は購入された方が私はおすすめいたします。っていうのも商品の発送が6月から7月頃を予定しているというふうにパピアプラッツさんのサイトの方にね
書かれていたので、となるともしかしたらもう次発売ないかもしれないし、あってもそれ以降にねお迎えっていう風になってしまうので、結構ね待たないといけない期間っていうのもね出てくるので、確実にねお迎えしたいなっていう方は今の受注期間がおすすめではあります。まあ、ただ注意事項として、受注生産なので受注期間終了後にキャンセルができないっていうのと、クレジットカードのねご利用の時は注文と同時に決済になるっていうふうにも書いてあったので、まあ、そのあたりとかはねやっぱりシステム手帳そんなにね安いものでもないので、いろいろね検討されてからがいいとは思います。ということで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね手帳の使い方、私が使ってる M5 とかミニ6とかバイブル、あと A5 サイズかな、他にも M5 スクエアとか HB×W A5 も使ってるんですけど、どういう使い分けをしてるかとかもねいつか動画にはしたいなとは思ってるので、またその時にはねゆっくりご紹介していこうかなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。